寒いです。こんばんは、平井弘樹です。今回はですね、アドレスを右を向いてしまうってすごくよく聞くんです。で、アドレスで右向く方が結構いらっしゃるので、そのなぜ右を向くのかと、右を向いた時にどういうミスが出てしまうかっていうのについて解説していきたいと思います。平井弘樹のワンナップゴルフ。まずアドレスで右を向くとどういうミスが出るかをまず先にやっていきたいと思いますけども、まっすぐ向いてるつもりで右を向きます。で、このままもちろんまっすぐ打つと右に飛んでいきますね。で、なんで右に飛んだんだろうっていうのから始まるんですけども、本人は右を向いてるつもりはありませんので、そのままアドレスを直さずに左に打ちます。こうですね、こう上から覆いかぶせて右を向いたまま左へまっすぐ打とうとします。そうするとまず最初に球が上がらないという現象が起こります。で、そのままアドレスは直さずに今度球が上がらないので上げに行きます。ダフりますね。まずこれでまず2つ出来上がりましたね、ミスショットが。球が上がらない、ダフり、これが出ます。で、次にですね、うまく打てたと仮定して右を向いたまま打つとスイング急ぐんです。そうするとこれ今ヘアウェイ打と思ってますけども、例えばアイアンですとシャンクが出たり、大ダフりが出たり、左にド引っ掛けが出たりします。もうあれですね、数えきれないミスがいっぱい出てきましたね。そうなんです、あの右を向くとすごい数のミスショットが出るんです。で、その右を向くアドレスの直し方知りたいですよね。まずそれをやっていきたいと思います。コースなんかでこうやって後ろに立って見ますよね、ボールの行き先を。ターゲットを後ろから見て、ここに打つぞという方向を後ろからこう見て決めると思うんです。こういう風に、その時にセットアップの入り方なんですが、左足からこういう風に入る人、こういう風に左足から入る人はこうやって右向く方が7割8割以上ですかね。なんでできれば、両手右足もしくは、右手右足でセットアップに入る、こういうことですよね。もしくは両手なんでこう、こういうふうにちょっと足をずらしてターゲットに対して合わせてあげられると右を向きにくいです。なのでちゃんと揃えなきゃって言って左足からこうやって入ってこうやって揃えてこうやってやると、もうマットに対して右向いてますよね。これ右向きやすいので、セットアップの入り方を変えるだけで右を向かなくなってくると思うんです。それはルーティーンとして決めていただきたいんですが、後ろから見て1、2で入るのか1、2、3、4で入るのかをいろいろ決めていただいた方がいいですね。それは好きな入り方でいいんですが、最後の一歩を右足の方がいいです。で、手前にこうやって揃える時に両足でこうやって揃えるとこうやってずれやすいので、左足を靴一足分こうやってずらしてこうやってターゲットに対して入ってあげられると、まっすぐアドレスが取りやすいですね。このポイントすごいいいポイントの一つになるので、練習場でもやっていただければと思います。なんでこれ今ヘアウェイウッド持ってるかっていうと、ヘアウェイウッドのチョロ、球が上がらないスライスっていうのは一番右を向く時に多いミスなんです。なので今回ヘアウェイウッドを持ってますけども、ヘアウェイウッド右向くと多分一番ミスショットが多いんじゃないですかね。なんでただでさえ完璧に触れたとしても一番難易度があるヘアウェイウッド、それに対してアドレスがもうずれてしまうと、もうヘアウェイウッドの
良さっていうのが全く出ず、難しいクラブのまま打ってしまうことになるので、やっぱりアドレスっていうのは大事になってきます。車のハンドルと一緒ですよね。やっぱり信号待ちしてまっすぐハンドルが向いてて、そのままアクセル踏んだらまっすぐ行きますけども、アドレスが曲がってる、ハンドルが曲がってると、そっちの方向にボールというのはもちろん飛んでいきますので、それを気をつけていただいた方がいいと思います。それでですね、右足からの入り方、あとは足を揃えるでもいいんですけども、絶対意識していただきたいのはボールの90度真下、この線ですよ。この線をまたげてないとまっすぐ取れないんです。この線が飛球線、この縦の線がボールの真下になってるんですけども、足を揃えてこうやってアドレスに入る前の形を作る方っていうのは、この90度飛球線からの90度真下のこの線に対してちゃんとまたげてアドレスをできてないとまっすぐは取れないんです。例えばどういうことかというと、こうやって後ろから見てボールの真下にこうやって入った時に、こうやってこれまたげてない、このまま向いたら右向きます、もしくは真下よりも手前、こうやって足を揃えてアドレスの前の段階を経てる場合は、こうやって左を向いちゃったりするんです。なのできっちりこの90度のボールの真下に足をこうやって合わせてからスタンスを広げないとまっすぐっていうのは取れないので、飛球線と90度の真下のコースではこの線がありませんので、架空のラインをきっちり頭の中で描いてアドレスに入るってこともすごく大切になってきます。あとはですね、すごく大事なポイント、アドレスの入るかっこよさやってみたいと思います。まずはですね、後ろから見ます。後ろから見て利き目で見る、ただその利き目じゃない方をつぶるとかっこよく見ます。こういう感じですよね。ちょっと行きたいと思います。パーってやって今ちょっとやってたんですけど、そこからこうやってやって、僕は両手で入ってみたいと思います。どうですかね、感じ雰囲気出てますよね。そう、ああいう感じ大事ですよね。よくテレビ中継とかでプロゴルファーとかやってると思うんですけども、やっぱりこうやってやるとちょっとバレちゃいますよね。なのでできれば雰囲気出すっていうのが大事です。ゴルフって同時に2人とか3人打たないです。必ず1人のショットを他のプレイヤーが見てるんで、ちょっと待って今私の時間だよというのが大事になってきます。なので雰囲気作りって大事なんです。こういう感じですよね。やっぱり雰囲気を出してって、こうやってこうやってターゲットに対してこうやってこう見ながら入っていくっていうのはすごい大事なんで、その入り方をですね、ぜひコースで真似てですね、やっていただければと思います。それは全ショットそういう風に入ると、遠くから見るとやっぱりやってんなあいつってなるので、ぜひやっていただきたいポイントの一つとなります。では今回はですね、アドレスが右を向く方にとってちょっとポイントと参考となる動画を撮影させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。